あっちどっちそっち ADS。 古民家とは築70年以上の木造住宅のことです。古民家再生を通して伊賀名張地域の活性を伝えていく番組です。伊賀古民家再生協会代表理事神ちゃんこと神保健一さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。そしてナビゲーターは私野上美奈です。さて神ちゃん、今月のテーマは、はい、はい、今月のテーマはですね、空き家法が改正されたんですが、それの施行が今月からスタートしますっていうことです。あっちどっちそっち ADS。 空き家法が改正されて、この今月ということは12月からいよいよ施行が始まったということなんですけれども、はい、その空き家法っていうのがもともとあったんですか？もともとはですね、平成26年に設立されて成立されて、そこから始まってます。その空き家法っていうのは、はい、どういう目的でその時は作られたんでしょうか？目的はやはり人口が減っていくっていう、もう将来決まって、そういうふうに予想されていて、空き家を当然増えていくということで、はい、その空き家に対してどういうふうな措置を取っていく方法がいいのかっていうことを示した法律になりますね。ああ、そういえばなんか空き家バンクっていうのもあったんですけれども、それも一つの対策だったんですか？そうです、そうです、はい、それと、はい、あと、特定空き家といいまして、周りに危険を及ぼすような危ない空き家ございますよね、はい、ちょっと半分倒壊したような感じ。あります、あります。もう屋根も崩れてるみたいだね。それがね、野放しにされるっていうことは本当に危険なことなので、その空き家に対してどういうふうな措置を取るかということを、示した法律でした。なるほど。それが平成26年から、はい、もう施行されて、はい、実施されてきたんですけれども、はい、今回この、令和5年にまた新しくその法律が変わる、改定されるっていうのはどういう理由からなんでしょう？やはりその法律をしたんですけれども、一向に空き家が減らなかったっていうことです。そうですね、確かに、まあ、減ってるんですよ。減ってはいる、減ってるけど増え続けてる方のスピードの方が高いので、まあ、結局は増えてるということになってしまうということですね。じゃあもうちょっと踏み込んだ改革が必要だということですね、うん、そうですね、はい、じゃあ具体的にその内容について今日はお伺いしていきたいと思います、はいはい、ポイントは2点でありまして、1点目が空き家の管理とそれから活用の方法を示しているということで、2点目が、特定空き家よりもになる前の対応をする管理不全空き家っていう、名前の、まあ、空き家を一つ対策の方法として作ったということですね。なるほど。この2つが今月から新しく施行される新しい法律ということなんですね。そうですね。まず1つ目 の空き家の活用と管理ですか、はい、そのことについてどこがどういうふうに変わったのか教えてください、うん、はい、そうですね、空き家の管理活用については、今までは自治体の、まあ、空き家対策室とかそういった窓口が、主にやっていたんですけれども、それではまあ追いつかないし、まあ、専門家の方が自治体の職員で常にいるわけでもないので難しいということで、民間の団体と、連携協定を結びつつ官民連携でしていきましょうっていう、そういった法律です。うん、この間からその神保さんがね、全国空き家アドバイザー協議会というのを作ってやってらっしゃるじゃないですか、はい、それもじゃあ一つの動きになるんですね。そういうことですね、はい、でそれはでももう実際今月から施行じゃなくて、もっと早めからなんか動いてるように思うんですけれども、あ、はい、まあ動いてますけれども、官民連携というわけでもないじゃないですか。それぞれ、まあ、立ち上げは早くにはやって、で、そうですね、いよいよゴーするのが、はい、今月からということなんですね。そうですね、はい、で、はい、それについてなんですけども、その空き家等管理活用支援法人っていう、まあ、民間の法人を自治体さんがここにお任せしますって指定することができるんですよ。
自治体がね、はい、ね、でまあそれによって指定される側はですね、連携協定を結んで、自治体の仕事の例えば、相談窓口の委託業務を受けるとか、空き家調査の委託業務を受けるとか、まあ、そういったふうに、分担してやっていくということですね。確かに専門の方に任せるというのが一番いいと思うんですけれども、はい、なんか分担して任せるってなると非常になんか細かくいろいろなんか連絡も取らなきゃいけないのかなって、結構面倒くさいのが先に立ってしまいますが、そのあたりはどうなんでしょう。そうですね、例えばお悩みの中には相続のことが悩んでるとか、はい、あるいはこれ売買したいんだけどなかなかこの、売却したいんだけどなかなかこれが売れないからどうしようかとか、まあ、様々ですよね、それをですね、あるいは解体したいんだけど費用どれぐらいかかるんやろうとか、そんなことも考えていらっしゃる方も様々なんですが、それに対して、まあ、一箇所に電話すればそのいろんな問題に対して対応できるというのがその支援法人というものです。細かく分担されてるけれども、はい、いちいちそちらに連絡せずに、はい、全部じゃあワンストップでできるってことですね。おっしゃる通りです。あ、なるほど、それはとっても便利になりましたね、はいはい、さあそれともう一つが特定空き家を減らすためにってことなんですけど、はいはい、その特定空き家っていうのは非常にこうなんていうの、危険な、もう屋根が潰れてもうなんか壁が潰れて倒れてきてみたいな、はいはい、そういう危険な空き家のことを言うんですよね。そうです。それを防ぐための措置というのは、そうですね、はい、それがですね、管理不全空き家っていう、その特定空き家のになる手前のもう少しまだ、ガラス窓が一部割れてるとか、あるいは屋根の一部がなんかちょっと壊れてる程度のものでも、やはりそこはもう特定空き家になってしまう危険、可能性が非常に高いので、その段階で、一つ措置をするということで、固定資産税というものがありますよね、はい、土地と建物に。その固定資産税というものを今までは、例えばいくら払っていたとすると、それの6倍かかってしまうというふうに変えました。今皆さんそれ聞いて一瞬ドキッとされた方多いと思うんですけれども、うんうんうん、管理不全空き家っていうのは結構いっぱいあって、例えばちょっと草ぼうぼうになってるなとか、その窓ガラスちょっと割れてる、うん、なんか、うん、なんていうのかな、壁がちょっと崩れてるちょっとっていうぐらいのって、うんうん、結構皆さんそういう空き家多いと思うんですね。でその空き家に対して固定資産で税金が6倍に今月からなるってことですか。そうです。もしそれ指定されればね、指定されれば管理不全空き家っていうふうに市町村から指定されればですよ。6倍ってかなりの数字ですね。ただ、はい、土地に古いお家があった場合は、逆に言うと、更地の場合が例えば何万とすると、はい、10万とする とそこに古屋があるだけでその6分の1で緩和されてたんですよ。もともとは空き家の場合は緩和されてた、はい、6分の1に。あ、じゃあ元に戻ったということです、はい、結局はね。そうなんですね、はい、あ、じゃあ何かうわっと思う必要はないってことですね。むしろその優遇されてたんだ。あ、そうですそうです、優遇されてました。わかりました。ただね、もう空き家ってなるときっとその所有者がどこかに引っ越しされてるわけじゃないですか、はい、それがこうわからない場合ってあるんじゃないですか。ああ、それが一番ね、そのことをお知らせするにもしようがないということで、その所有者の特定に対してもやはり、措置がありまして、例えば電力会社の方、あるいはガス会社の方がその所有者の情報を持っていたとするじゃないですか。それに対しそういう、民間の会社に対しても所有者情報を、取得できるような、措置が取られます今度は。
この12月から。そうです。あ、そうなんですね。そうですね。ということはですね、ちょっと空き家を持ってる人、うん、まあまあいいかなんて思ってた人、うん、ちょっとドキッとやっぱり税金が上がる6倍に、はい、しかもか、ね、なんていうのか、今所有者の情報がわからない場合は、うん、共有、他に知ってる人と共有することができるというか、うんうん、そういう法律になったということで、本当には空き家を増やさないという、そのそうです、うん、やっぱり国のその強い思いというのがよく伝わってきますね。うん、そうですね、はいはい、ということで、いよいよ今月12月から空き家法が改正されて、それがいよいよ施行されるということになりました。さて、最後ちょっとこんなドキッとするような話で終わっちゃったんですけれども、神保さん、はい、そしてリスナーの皆さん、今年も1年本当にお世話になりました。 ありがとうございました。ありがとうございました。はい、これでですね、令和5年の収録は、はい、番組は、神ちゃんの収録は終わりになっちゃうんですけれども、はい、また来年も引き続き、こちらこそ、はい、いろいろ空き家対策、ラジオを通してお伝えしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。伊賀古民家再生協会では、ご相談はいつでも受け付けております。お気軽にお問い合わせください。電話は、0595-541007 番です。以上、じんちゃんの古民家万歳でした。あっちどっちそっち ABS